サウジアラビア陸軍は、サウジアラビア王国の軍隊である、サウジ王立地上軍とも、1907年にリアドを奪回するために設立され、わずか40人の兵力から始まった。その後1917年に、サウジアラビア国家警備隊が誕生し、1923年に、正式な陸軍が誕生してから、イギリスの支援を受けて増強し、第一次中東戦争、 第四次中東戦争や南エメントの紛争を経験し、1990年には湾岸戦争に参加した。サウジアラビア軍の編成機構部隊機械化、部隊不評部隊空挺部隊砲兵部隊 G3、自動小銃を手にするサウジアラビア陸軍の兵士 M1A2S エブラムス戦車ハ B ビー発射される、アストロズ2タタ数 UH-60AB、サウジアラビアバイング、 アンドビルディングチャイニーズアームドドローンズ。アイオンライン、https、www.anonline.com、アビエーション、ニュース、ディフェンス、2017年4月12日、サウディアラビアバイイングアンドビルディング、チャイニーズアームドドローンズ2019年7月1日、閲覧。ありがとうございます。